今日はですね、皆さんちょっとご紹介したいアトラクションがあります。ヒロさん引っ掛けてる人がいるんですけども、ヒロさん好きですか？ヒロさんのハニーハントをご紹介したら嬉しいですか？やりましょう。それではプーさんのハニーハントをご紹介しましょう。お願いします。ディズニー映画クマのプーさんをヒントにしたプーさんのハニーハントでは、プーさんや森の仲間たちと一緒に100エーカーの森で蜂蜜探しに参加するアトラクションです。皆さんは5人乗りのハニーパッドに乗り込み、プーさんの世界を流されていきます。まず正面にはページの開かれた巨大な絵本がそびえていて、そこが入り口になっています。その入り口からハニーペット乗り場までの通路には、プーさんの2つの物語が書かれています。1つはラビットのうちで蜂蜜を食べ過ぎたプーさんが、ラビットの家の出入り口の穴にお腹が突っかえて動けなくなってしまい、何日もお腹までいるんですが、クリストファーレビンたちが助けて穴から抜け出すプーさんと蜂蜜というお話。そしてもう1つはパクオーカーの森が大雨で水浸しになってしまい、雨で家を流されてしまったピグレットをたまたま同じように流されてしまったプーさんが助ける、プーさんの大嵐というお話。やがて皆さんのしたハニーペットは開かれた絵本の前に止まると、本の片側のページに映し出されていた絵が動き出し、その中でプーさんはクリストファー・ロビンに、パクオーカーの森にある蜂蜜を食べたんで、プーさんが欲しい、と言います。そんな言い方。皆さんを乗せたハニーペットは、セグマリリオに絵本の世界である100エーカーの森に入っていくんです。それはまさに物語に入り込むという演出になっているんです。あとはのっぺのお楽しみ。はい、ということでプーさんのハニーハントについてご紹介してまいりました。さて、どうなるかご紹介しましょうか。このアトラクションですね、あのシンデレラ城を越えたところにあるファンタジーランドにありますよと、ぜひ行ってみてください。さて、今日この辺りにしておきましょうかね。皆さん、今日も一日、夢と魔法の王国、東京ディズニーランドで素敵な体験をお過ごしください。お送りしましたのは僕たち、10分ズームガイドツアーの3人でした。どうもありがとうございます。それでは皆さん、行ってらっしゃい。ね、行きましょう。雨が降らなかったらいいですね。ね、なんか予報的にはちょっと。